どうもハマです。ハマテレビ演芸始まりました。ハマテレビ演芸広島弁講座のお時間でございます。広島県尾道市出身の俳優が教える俳優のための広島弁講座ということでございますけども、今日は何にしようかなって考えた結果ですね、年末年始ですね、よくね僕東京に上京してですね、東京のが出身者のご家庭にまあ年末年始で、ね、遊びに行くことも多々今まであったんですけども、まあそういった場でね、年越しでこう飲んだり食べたりしながらテーブルには食事が並んで、でそこのご家族とかのね、お子さんとかもいらっしゃるという状況の中で、まあちっちゃな子供たちもいる時にですね、トランプをみんなでしようぜってなったわけですよ。でその時に、トランプで絶対行うこの行為あるじゃないですか。このねトランプを切る行為、トランプを切る。じゃじゃん。今日のテーマでございますよ。標準語で言ったら、まあ、トランプを切る。カードを切るでね。カード切ってっていう。なんかまあ、ゲームに負けた人が、じゃあ次カード切ってっていう状態ですね。これを、なんて言うと思いますか？広島弁で。僕はその現場で、まあ、いろんな人たちがいる中で、まあ、その言葉を発してたわけなんですけども、さあ、ここでなんて言うでしょうか。シンキングタイムスタート。カン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 ということで、シンキングタイムは短めに、答えを言いますね。カードをくるって言うんですよ。カードをくる。カードをくる。で、まあ、切ってってことを僕はずっとカードを食ってってことですね。で、子供が負けたから、はい、カード食ってっていう状態でしたら子供がね、ん？っていうハッてなマークが浮かぶんですよ。で、それまでも、いろんな料理がね、並んでたりしてたから、食って食って、みたいな、これも食って、これも食って、みたいなことを、言ってた、前段階があった上で、僕が、トランプを持って、子供に、はい、カード食って、って言うから、子供が、ん？それから、僕も、ん？いやいや、負けたから、はい、カード食って、って言ったら、トランプは食べ物じゃありませんって真面目に言われて、ん？っていうことになって、そしたらもう、お父ちゃんお母ちゃんとか周りの大人の友達とかも、ハマはさっきから大人は気づいてたんだけどなんかスルーしてたらしいんですけど、子供はね素直に疑問を大人にぶつけてきますからね、なんとなくそのカードを切る行為なのかなと思って食って食ってって言ってたのを、まあ大人がねゲームに負けた時はみんなにこうカードを配ってたんですけども、その子供になった途端に子供は真面目というかストレートでピュアですから、いや食べ物じゃないけどみたいな感じで俺と会話が合わないわけですよ。でそこで周りの大人がさっきからずっと食って食ってって言ってるけど、どういうことみたいなところで初めて、おや？来るは方言ですか？とね、なったわけですよ。で、この行為なんていうのって言ったら、もう一斉に、切るって。いや、マジかと思って。はぁ、もうずーっとカード来るって来てたから、カードを切るって、なんか、こう、最終武器となるカードを切るとかっていうイメージの、カードを切るって最終兵器だみたいな、このカードで決めるみたいな、カードをこの切るっていう意味のカードを切るはあったんですけど、このシャッフルするっていうのも切るとは僕は思わなかったんでね、もうその時びっくりした覚えがあります。そんなこんなでカードを切るっていう時に標準語で、舞台の台本、映画の台本等々書かれる方、演出される方、そういうシーンがあったらカードの時にしか来るって使わないような気がするんですよね。わかんないですけど、ちょっと、僕はトランプの時というか、カードゲームする時ぐらいにしか、何々を来るっていうのを言った覚えが僕はないですね。はい。なんで、そういうシチュエーション、めっちゃ、ちょっと、狭いシチュエーションというかね、使うことは少ないと思いますが、よかったら頭の片隅に置いといて、その時はカードを来るというと、広島弁っぽくなります。ということでございます。はい。お届けしました。ハマテレビ演芸編広島弁講座でございました。またご覧になってください。チャンネル登録の方よろしくね、ね。ハマテレビチャンネル登録。よろしくね。